こんばんは。こんばんは。はい、水曜夜9時になりました。鈴木みのりです。はい、花江美春です。はい、始まりました声優エンカウント、うん、この番組は毎月月曜水曜日の夜9時からの1時間、うん、ボイスラウンジチャンネルから。今毎月月曜って言った？あ、なんて言った？私毎月大…何も言ってない。何も言ってない。言ってないか。何も言ってない。何も言ってないか。なんか毎月月曜水曜夜9時からって聞こえた。この番組は毎月第1水曜日夜9時からの1時間ボイスラウンジチャンネル。私が今おかしかったんだよね、多分ね。ごめんなさいね。何もなかったもんね。違う違う。分かんない分かんない。夢だって。あ、どっちがおかしい？本当に。怖い怖い。私かな？怖いね。私だね、私だ、ごめんなさい。いやいや、怖い話だよこれは。そう、でも最近ちょ月曜にやってたからさ、うん、なんか今月曜、水曜、あれ毎月え、今日水曜日？今日水曜。本当だ。そう、あれ待って、ごめんなさい。違う、ガールズトーク番組です。はい、これから1時間スタジオに若手女性声優を、ゲストに招き、はい、私たち2人と一緒にトークしながらさまざまな縁を深めていきます。YouTube でも前半無料で視聴できますが、最後まで見たい方はぜひニコニコチャンネルから会員登録をしてください。こちらから会員登録できますのでよろしくお願いします。お酒飲んでるって言われてる。飲んでないよ。飲んでないよ。飲んでないけど、うん、すごい美味しいご飯食べたよね。そうそう、実はね、うん、私たち今年初の松茸を、はいはい、いただいちゃいました。はい、そう、今年初っていうか毎年食べてないからね、普通はね。そう、お弁当がね、いつもより豪華だったんですよ。そうなの。はい、ありがとうございます。美味しかったです。そう、食べてたら多分仕事モードがポコッと抜けて、うん、毎月の月が月曜に見えて幻聴が聞こえておかしいことになってしまったんだよね。はい、危ないね、怖いね、本当にね。さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、 YouTube から視聴している方はぜひご登録お願いします。お願いします。そしてもちろん、はい、視聴者の皆様からのコメントも読んでいくので、どしどしコメントしてください。はい、ハッシュタグの後にエンカウントも忘れずにお願いします。はい、前回は、はい、大和田ひとみさんが来てくださって、ひとさん、うん、ひとさん、ひとさんだったね。え、うん、その後2人はね、ウマ娘のライブ出たりとか、そうね、うん、私も青にプロダクションに所属になりましたり。おめでとうございます。でお互いね、いろいろご縁がありましたけれども、ね、もう秋ですよ。いや、今日寒いね。寒かった、ね、ヒートテック着てきちゃった。あら、まあでも外はそれでもいいぐらいの感じでございますけれども、ね、ようやくでも過ごしやすい体感になってきて、ね、でもなんか最近天気さ、ちょっと変わっているじゃないですか、うん、なんか気まぐれというか、ほうほうほう、だからせっかく衣替えであったかい服出してもまたなんか30度とかってなったら嫌だなってハラハラしているんですよ。確かに、はい、明日は暑くなる？え、明日暑いの？あら、まあ、やだよ。世間話世間話、はい、世間話もしたところで、はい、今日もね、うん、素敵なゲストさんいらっしゃいますので、お楽しみに。はい、ということで皆様少々お待ちください。
ご紹介しましょう。安座ゆかりちゃんです。お邪魔します。安座ゆかりです。お願いします。いつもはもうちょっと綺麗に始まるんですけど、今日は事故事故、はい、事故だね。うちら騙されたね、スタッフさんにね。私も携帯撮ってきたい。あ、携帯写真ね。いいんですか？そんな自由そんな自由なの？いいそう。あ、本当に行っちゃう。じゃあ、あのここでここで画面見て、うん、見て。そう、今日ね、みのりんごがお誕生日、ありがとうございます。そうなんです、10月1日でおめでとう、おめでとう。誕生からケーキの差し入れをいただきまして、お弁当もね、多分そういう理由でちょっと豪華だったんですけれども、あの私かぼちゃのスイーツ大好きすぎて、じゃ今日すごいいいね、モンブラン、モンブラン、かぼ、多分かぼちゃのモンブラン、あのいただいちゃいました。いや美味しそう。初めて食べる。かぼちゃの料理大好きだっけ、かぼちゃのスイーツ大好きだっけ、モンブランってあんまり。結構さ、なんかコンビニとかでもさ、うんうん、かぼちゃってあるある、イメージがある。大好き大好き、ね、プリンとか好きよ。うんうん、美味しい、ね、わかる。そしてそして、あの、うん、携帯が到着いたしました。はい、なんかすごい探ってきてくださってありがたい限りで。そしてね、一瞬映ったけど、みはるちゃんのが、お化け。これ中身がさ、何かわかんないんだけど、ね、多分牛皮、牛皮なの。お餅、お餅、お餅、レアチーズケーキ、美味しそう。甘すぎなくていいですわ ね、 ね、かわいい、ハロウィン仕様だ ね、 ね。いや嬉しい、嬉しい。お誕生日は何かケーキとかお祝い自分にしてあげたりしたの？自分で自分にはね、今年あんまりしなかったんですけど、なんか周りの人にすごい祝ってもらって、番組でもう祝ってもらったんだけど、それがもうね、一番早くてね、7月とか8月とか、ちょっと前祝ってるね、もらって、3ヶ月そう、前から、その実感もなく、だよね。あの、でもありがたく、そのちゃんとホールのケーキをいただいて、ちゃんと祝ってる。そこから始まり、あとなんかでも9月に入ってから結構、あの花火が舞うさ、なんかあのプレートみたいなのとかを結構友達とかが祝ってくれて、そうなんですよ。よきよき、よかった。じゃあ、あれ店内で、ハッピーバースデーみたいな感じの、なんか店員さんがレインしてる感じの、そうそうそう、すごく9月に経験したってこと。した、うん、今年は特にそれが多かったから、あ、私26になって今一番青春してる。これが、あの、充実してる人たちの、やつなんだ。フラッシュモブ来た。フラッシュモブ。フラッシュモブ来ない。フラッコだから。そういうことだね。よかったよかった。そう、取り戻したいって書いてある。取り戻す。青春そうですよ。そうね。いやー。いいね。食べる？食べたい。食べて食べて。いいですか？みんなも食べようよ。てか。いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。かわいい。お餅だから。あ、で食べようか。そっか、私むく。むく必要だ。むくところからだ。かぼちゃ美味しい。美味しい。いいね。これですよ、やっぱ秋は。秋はこれ。うん。私かぼちゃのプリンが美味しいところ知ってるから教えたい。後で教えて、それは。教える。永遠に。あ、すごい。夕日難しそう。おお。美味しそう。和菓子っぽい。和菓子。よいしょ。あ、すごい。すごい。よいしょ。お、いただきます。なんだった？なんか、うん、レアチーズケーキなんだけどね。うん、中がね、なんかいちごのクリームみたいなのが入ってる。おお。美味しい。甘酸っぱい。うん、甘酸っぱい。なんか似合いますね。うん、お化け。お化け似合う？お化けというか、なんか食べ物、可愛い食べ物似合いますか？お化けが雪みたいで。あ、わかるわかる。肌が白いから多分余計合う。出身だしね、北海道。そう、北海道。そうなんですね。北海道行ったことなくて。そうなの？はい、なんか食べ物が美味しいって聞いて行きたいんですけど、どこがいいんですか？どこがいいと思う？みんな。いつも私みんなに聞いてる。
構広すぎてさ、うん、ここっていうのがさ、ないからさ、確かに広い。でもなんか綺麗だなって思ったのはやっぱ小樽、うん、小樽、小樽運河めちゃめちゃ綺麗。運河、そう、それは海ですか？海にほぼほぼつながってる感じで、そう、もうすぐ近くに海が見えるみたいな感じ、いいな。なんかいいですね、そういうのを摂取したいです。そうガラス工芸が有名で、そう、あとオルゴールとかも有名だから、すごいお土産にぴったりなものがね、いっぱいあるんですよ。わ、すごい、いい話聞いた。食べ物だけじゃないですね。そう、うわ、素敵。今のちょっと行った時にはそこら辺も、うん、でも1日じゃ無理か。1日じゃね、回りきれないかもしれない、北海道は。声優エンカウントじゃなくて普通にね、うん、ボイスラウンジの番組確かに円とみたいな、円とは、いつものテンションではなくて別番組がありますけれどケーキがあると食べて、すごい、なんかミルフィーユみたいになってて、うん、ミルフィーユになってるんじゃない、ミルフィーユかな、ミルフィーユじゃない、あ、ミルフィーユみたいになってる、いいじゃん、ミルフィーユじゃないの、いいじゃん、ミルフィーユだなんか刺すと崩れそう、うん、なんかさ、プラスチックのフォークでいける、いけ、今ね、1層目をクリアした、えらい、よし、じゃあこれで頑張れ、いただきます。どう？うわ、おいしい。うわ、なにこれ、なになに、質のいいクリームだ絶対これ、え、なに、どうなってんの、逆に質の悪いクリーム、なんか食べても胃もたれしなさそうまあね、我々も大人ですから、うん、気にしないとね、いちごジャムみたいなの入ってないし、じゃあね、あの、私もすごいかぼちゃのケーキ大好きだから、うん、全部食べるまで喋りたくないぐらいまであるんですがちょっとやらなきゃいけないことがあるので、ちょっと、うん、お仕事、はい、ご報告させていただきます、はい、こちらをご覧ください、うん、はい、鈴木みのりより特番のお知らせでございます、うん、今月の10月17日の火曜日に、うん、鈴木みのり、みのりのある話パート2の特番配信が決定いたしました、うん、はい、私もね、洗剤変わったんですよ、実は、ね、はい、髪の毛が最近の私になりました、うん、私鈴木みのりが親交ある女性声優をお招きし、うんうん、面白本音トークや夢中になる話、身が入る話を語り合う、雑談バラエティ番組を今回も生放送でお届けします、うん、そしてゲストなんですけれども、うん、本日ゲストの安西ゆかりちゃんと、そして、仲良しなんですが最近全然会えてないのでやっと会えます、森下らなちゃんをお迎えしたいと思います。現在アンドモアっていう風に、ね、なってるんですけれども、うん、はいはい、追加ゲストさんが決まり次第、うん、後日お知らせいたします。また前回配信した実りのある話がアーカイブ視聴できるとのことで、見逃した方はぜひ、見てみてくださいよということで、うん、もう一度見たいよって方もぜひご覧ください、うん、詳細はボイスラウンジのブロマガや X でお知らせしますので、お時間ある方はぜひご視聴よろしくお願いいたします。はい、はい、実りのある話、実りのある話、うん、本当に聞いてる皆さんは実っているかわからないですけど、え、そうなの？そう、でも楽しくね、お話前回もさせてもらって、いいね、今回も新しくゲストさんを迎えしてやっていくので、うん、ゆかりちゃんも一番に名前を出して、うんうん、嬉しい、ちょうどね、原田さやかちゃん の、うん、お酒のイベントに呼んでもらった時に、うん、ゆかりちゃんもゲストさんで、うん、そこでね、すごい仲良くなれた気がしていたから、うん、せっかくだからと思ってお呼びしました。いいね、ありがとう、いいです、うん、楽しみ、楽しみ、これは私も実りのある話を用意していた、そうなんですよ、あ、え、そうなんです、そっか、そう、ちょっとこのそう、結構このタイトル自分で自分を苦しめてるなって思う、みのり高いね、私みのりで、みのりの名前気に入ってるんだけど、なんなら秋なんてさ、みのりがつくね、なんか食べ物とか持ってるけど、話ってなるとちょっとまたね、しかもね、ちゃんと皆さんお金を払ってみてくださってるから、大丈夫かな、頑張りたいと思います。
ちょっとこの残りの10何日だ10日、12、13ぐらいは10、12、13で実れるように頑張れる、頑張って頑張って考える。なんか逆になんか聞きたいことあったらコメントしといてください。はい、そして私だけじゃないんですよ。はい、そうなんです。はい、私からも、はい、てってれん、てってれん、はい、あの日にちだけは出ていたんですけれども、うん、安西ゆかりさんが一生の中で一度でいいから行きたい土地クロアチアでのロケを実現するための企画、うん、安西ゆかりクロアチアロケプロジェクトの第3弾として10月28日土曜日に T03 ハロウィンパーティーの配信イベントが決定しました。うん、ゲストに鈴木みのりさん、さくらかおるさん、うんうん、そして、ま、アンドモアですね、の、ま、まだ出てないよっていう方他をお招きして、うん、ハロウィンらしい仮装でのパーティーをお送りします。こちらは視聴に配信チケットの購入が必要な有料配信となっており、うん、在庫での放送となります。配信チケットを本日23時より在庫にて販売を開始いたします。うん、よろしくお願いいたします。すごい、お互いをゲストに迎えての ね、タイミングがしかもどっちも10月で今日のゲストでっていう、ね、すごい1週間後ぐらいにまた会えるってこと。うんうん、確かにそうだね。いいね、いいね。なんならね、うん、お誕生日の連絡をくれた時にね、うん、ご飯に行こうっていうから仲良うのそうね、頻度今月高めの、ね、頻度が高いの、ね、あのこの前もね、あの、うん、今美真中ちゃんと3人でご飯に行ってましたから、すごいよう合う、めちゃめちゃ合うね、今月で。嬉しい、ありがとうありがとう。やるちゃんも早くご飯行こうね、そうね、行きましょう。何が好きなとかあるんですか？うん、確かに何が食べ物？食べ物でこれがめちゃくちゃ好きです。ウニ。え、待って、ウニでめちゃくちゃ美味しいパスタをね最近食べたから、そこ連れて行きたいわ。ありがとう。本当に美味しかった。わさびは平気？大好き。オッケー。決まった決まった。今日本当にただの女子会だから。エンカウントです。プライベートよね。決めちゃった。視聴者の皆様から届いているイラストやお便りを紹介していきたいと思います。はい、しましはい、ゆかりネーム島春樹さんからいただきました。みのりんご、みはるん、ゲストの安西さん、こんばんは。こんばんは。ゲストの在ちゃんは先日某配信でツインテール姿を披露されていましたね。はい、見ながら画社を回したところ、我が家でも無事ピンクのツインテールのアイドルをお迎えできました。あ、おめでとう。よかったね。ご利益があったようでありがとうございます。うん、イラストですが読むということで、児童小説風に皆さんも書かせていただきました。うんうん、それではということで、かわいい、すごいかわいい。なんか普通に皆さんこうすごい特徴を捉えてきます ねわ、かわいい。テディもありがとう。ね、猫ちゃん、あ、それは、うん、あ、歴が長い人ですね。パンチングマシーンですね。お、なになに。あの、まあ結果言うと壊しというか、あ、ちゃんと成仏をさせました。はい、家にあったの？あ、違う、番組のなんか企画で、うん、あのそういうコーナーがあって、うん、なんかこうみんなの叫びを、うん、あの代弁してパンチして、うん、みたいな、うん、そういうコーナーで使ってたパンチングマシンがその、うん、なんか番組が終わるにあたって、うん、あの潰しまして、あ、潰したって言い方あれだな、潰しまして、あ、うんと空気がもう膨らまないようになりまして、破れちゃったんだ。あ、うん、物理的に、はい、なんか頑張っちゃって、ね、はい、それです。あ、それなんだ、ね、それなんだ。え、私のがん、あ、当たってればこんなマークあったけどね。被害者、被害者が良きあのパートナーでした。良きパートナーだった。パートナーでした。ありがとうな、今まで。今までありがとう。ありがとう。じゃあ続きまして、こちら、馬行くよくるよさんからです。ありがとうございます。うん、みのりさん、ゆかりさん、みはるさん、こんばんは。こんばんは。ようやく、漂い始めた秋の空気を感じ、羽織物に袖を通せば今年も日が短くなってきましたね。今月のイラストテーマは読むということで、うん、子供たちに読み聞かせをされる皆様を書きましたのでお納めください。と
のことです。すごいよ、ご丁寧に。ありがとうございます。いつもご丁寧なんですよ。すごい、うん、ちゃんとなんか、うん、通ってきた日だ、通ってきた日じゃない、通ってきた人だ、そういうお手紙の、お手紙の文化を。このさ、本たちはさ、全部なんか見たことあるさ、本たちが並んでるけど、うん、見て育った、ね、育ったカラペコアムシ、この有名な、すごい、なんかすごいやっぱり特徴捉えてて可愛い、ね、読み聞かせか、めっちゃ似てるね、うん、読み聞かせ好きだから、なんかこういうのいずれやってみたいって。あー、いいね、うん、先生っぽい、うん、あ、保育士さんっぽい。確かに、確かに、安心する。なんか小学校の頃の夢は幼稚園の先生だった。あー、そう、うんうん、なんかあるんだね。あるかもしれない。ありがとうございます。行きましょうかね、はい、ゆかりネーム三角デルタさんからいただきました、はい、ありがとうございま す。みのりちゃん、ルンルン、ゲストのザイちゃん、こんばんは。こんばんは。ザイちゃんといえば X かっこ旧 Twitter、うん、インスタ、スレッズと様々な SNS を使いこなされていますが、うんうん、はい、どの SNS で何を投稿するかと混乱することはないのでしょうか、うん、自分はマルチタスクはできる方だと思うのですが、うんうん、さらにレベルアップしたいので、うんうんうん、もしコツがあれば教えてほしいです、うん、ちなみにみのりちゃんとルンルンはマルチタスクは得意ですか。おう、私はちなみにマルチタスクは得意じゃないです。ほうほうほう。だけどこう分けるのは混乱しないかも。なるほどね。何個ぐらいやってんの今。5個。5個もやってるんだ。すごい、ね、なんか増えちゃった増えちゃった。いつの間にかね、ファンの人は嬉しいよ。そうだよね。なんか目的別で結構私の中ではちゃんと使ってるつもりだから、うんうんうん、それぞれこう好きな安西の SNS を下ろしてくれたらいいなぐらいのフットワークの軽さで、うんうんうん、なるほどね。2人はどう、マルチタスク、うん、どう。あそうだけどもなんか、うん、でも SNS の複数個のってなると、うん、てか、うん、何においても何もなんかちゃんと全うしないかも。え急に反省会したとして大丈夫だよ。大丈夫SNS、うん、もうそうだね、なんか同時進行どころかみたいなところは、うん、確かに、なんか喋りながらさ、物書いたりさ、考え事したりとかって全然できないからさ、本当にシングルタスクなんだろうなって自分は思う。もう同時進行マルチタスク、何なんだろう、どうなんだろうね。なんかさ、ピアノをさ、小さい時からやってたらさ、なんかマルチタスクになるみたいなさ。確かに、両手と足、そうそうそう、楽譜見る目みたいな。そうそうそう、やっておきたかった。やっとけばよかった失敗した。でもピアノがさ、うん、それだったらさ、うん、音ゲーもそれじゃないの、うん、違うの音ゲー足使うのか。あ、まあそっか。あ、でも両手すごい軽やかな踊りをする方がいらっしゃるから、うん、踊りダメ、すごい芸術点高い、ね、見ちゃうもん私よく。めちゃめちゃ、そうだから、うん、あれも両手のマルチタスクではある、はいはい、確かに確かに。オーバークックできない人は、うん、ってコメントあったけど、あのオーバークックね、はいはいはい、やったから、うんうん、どうだった？イベントで、でも火事だらけだった、はい、でもそれはでももしかしたらスイッチのリモコンがダメでない説もある、うん、普通の料理だったらできるよ。オーバークックででしょ多分料理じゃなくてさ、洗濯式回して、うん、掃除しながら、うん、洗い物チェックはして、うん、洗い物して、うん、とかできるよ。え、すごいじゃん。じゃあマルチタスクだよ、うん、あ、じゃあいいんだそれ、うん、できてる人だ。できないの私、うん、オーバークックできるかもできるかもしれない。オーバークックはやったことはないの。でも今一番やりたいゲーム。あ、ほんと。ちょっとどうなるかな楽しみ、やりたい、はい、ということで、うん、じゃあ、うん、そろそろ最初のコーナーに行ってみましょう、うん、最初のコーナーは安西ゆかりのマイプロフィール年表。はい、こちらのコーナーはゲストの方にこれまでの人生を年表にして振り返り、声優としての歴史を知ってしまおうというコーナーです。ゲストの方がどんな幼少期を過ごし、どういったきっかけで声優を目指したのかなど、さまざまな経緯を年表にして書いてきてもらいました。はい、大丈夫ですか。すごいタイミングいいです。よかった
ったよかった。最高です。それではマイプロフィール年表オープン。はい、でね、文字がちっちゃくて見づらいのですがこんな感じです。はい、ではなんかまあ12月31日生まれで、うん、台南という場所で生まれました、うん、おばあちゃんのお家なんですけれども、うん、おばあちゃんの家で5歳まで祖父母に育てられて育ちます、うん、で5歳からは福島にあるお父さんのお家に移り住んで、うん、お兄ちゃんとお父さんと私で過ごしました、うんうんうん、でまあこの5歳までの間に、うんま、しっかりアニメ見て、うん、割と早いね。そうなんかやってたの、うん、台湾のテレビで、うん、だからそれで見てて、うんうん、でそうハマったカードキャプターさくらだったかな、うん、そうとかなんかすごい見てた気がする。へ、うん、あと小学生だね。小学生の時はオタクは隠しつつ、うんま、とあるアニメをきっかけに声優を知って目指し始めました、うん、小学生の時なのね。そうなんです。で中学校の頃は半年ぐらい学校に行かない期間あって、うんうん、2年生から学校に戻ったんですけど、うんうん、私全然一人行けるなみたいな、うんうん、早い。もうなんか一人遊び大得意になりました。で高校生の時に演劇、まあ、声優の夢はずっとあったので、まあ、演技がやりたくて高校を選んで、まあ、その学校ではちょっとやりつつ日本舞踊を外で習って、うんうん、でオタクの友達もしっかりできました。で卒業後はなんか留学行かせてもらったり専門学校通ったりとかバイトでお金貯めて声優の養成機関の行くためのお金貯めたりとかで、うんうんまあ、いろいろやってて、うん、で声優の養成機関に入って、うん、在学中にオーディション受かって入賞して、うんまあ、なんだかんだで今です。うーんはーい。うん、大丈夫では、ね、上からはい、うん、細かく、ね、なんだろうな上から。これは何を話せばいいかな。おばあちゃんの家で育ち、うんうん、でも写真があるんだもんね。そう写真がその当時の、うん、私5歳までの写真3枚用意してもらってます。3枚すごい。いっぱいある。なんか逆にそうおばあちゃんとかが写真撮るの好きで、うん、いや私この写真続きがあって、うん、あの多分ちゃんとミルクを哺乳瓶であげてて、うんうんうん、メルちゃんだよね。こねあかなだかと思うんですけど、ポポちゃんメルちゃ ん, ちゃんいろいろいるよ ね, ね何にもわかんないですけど、うん、もうなんかすごい貫禄ない。えさん、なんか本当に、うん、私はこれは自分は可愛いと思っていや可愛いよ可愛いんだけどあんなに強そう貫禄あるおだなんか、うん、今よりも男らしさがある。なんでなんか確かに武士武士。もうなんかあの二人ぐらい子育て終わったぐらいの雰囲気が。本当に貫禄ある？三、うんうん、人目も任せろみたいな感じが。本当なんか大喜利始まっちゃうじゃんこの写真が。まあでもすごいお人形さんが多分好きで、うんうん、なんかバットマンの人形とかあとなんか普通に、うん、なんだろうこういうタイプのなんか女の子のお人形さんとかすごいあって、うんうん、多分厳選して日本に持ってきたやつが今もあってだってコメントのサムズアップって書いてあってここプロテインにも見えてやだやだそんなちっちゃい頃からプロテイン摂取させてる親やだ体にいいのか果たしていいのかもしれない。でもそうこれはまあ多分1歳ちょっとの頃の写真かもしれない。足しっかりしてるなんて本当いい足してるね。足の裏めっちゃもうね最高だよ。安定してると思う。歩けるよ。歩けてたのかな。歩けてたのかな。まだじゃない。発育は良かった方だと思う。うん、なんか何千グラムで産まれたみたいなのが、うん、なんかこのまあすごいね。これは実家の兄から写真送ってって言った時に一押しの写真でした。すごい。サングラスだよってサングラスに勝てないよみたいな。パラリラパラリラ。そうなんかハチマキを向いてる写真もあったけど、うん、こっちだなって。確かにパンチが強いですね。これすごく後ろがざっとしてるけどもなんか。
すごいなんか遊んでた記憶やんちゃそう、うん、なんかすごい、ね、ワイルドだよね、やんちゃさせてもらってたかも、うんうん、髪はねそうずっと短いのが続いてて、小学校の時もボブだったから、うんうん、こんなに長くなったのは人生で初めてで、うん、ずっとなんかボブぐらいを高校までは、だったかな、だったかな、激短です、はい、感じでかな。で、まあ、5歳から日本に来て福島に来たんですけど、写真がありまして、多分パスポートの写真のための証明書の写真だと思って、私はもうこの頃の私が一番天使だと思っててすごい面影がすごいある、面影ありますか、証明写真だね、証明写真、そうパスポートの写真だと思う、その鼻の、うん、お鼻のピン止めのつける位置が絶妙で可愛いこれは多分おばあちゃんの趣味、おばあちゃんか、そうこんな感じで幼少期をすくすくと元気よく過ごし、はい、日本に来たわけですけど、日本に来る時にギャン泣きしてた写真も、空港の写真もあったけど、なんかまあこんな感じかないろいろそう懐かしい